小池恵美は東京都渋谷区出身のチアリーダー。身長158.5センチメートル、血液型はエビ型。東京都渋谷区エビス生まれ。3歳の頃からクラシックバレーを習う。12歳の時に両親と共にアメリカに渡りニュージャージー州にて数年間生活。ビザの関係で中学2年の時に帰国し、その後東京高等学校のチアリーディング部。 ジュースズに所属。選抜メンバー16名のうちの一人として、チアリーディング日本選手権大会の2000年2001年大会に出場し、いずれも3位に入賞した。2002年、高校卒業後に、再び一家で渡米し、ウエス体験タッキー大学に進みここでも、チアリーディング部に所属した。大学では、ホテルマネージメントを学んだ。卒業後、 NHL のナッシュビルプレデターズのチアリーダーに応募し合格1年間務めた2009年6月 NBA のアトランタホークスのチアリーダーに合格この年は NHL のアトランタスラッシャーズのアイスガールも掛け持ちした2011年5月 NFL ニューヨークジェッツのチアリーダーフライトクルーに合格これにより日本人初の NHLNBANFL のアメリカメジャースポーツすべてのチアリーダーとなった。ジェッツの日本人チアリーダーは、亀村和代に次いで二人目である。2012年5月、2年連続でフライトクルーのメンバーに選ばれた。フライトクルー委員退後の2013年からは、ワールドスポーツコミュニティ運営のプロチアダンスユニット、ロイシックスガールズのテクニカルディレクターを務めるほか 日本テレビの NFL ハイライト番組 NFL クラブに現地レポーターとして出演2019年からハワイ島に移住し同年12月には不動産販売の免許を取得ケラー・ウィリアムズ不動産社のセールスエージェントを務めるかたわら2020年6月には自身の YouTube チャンネルを開設した NHKBS1 の中継時はメンバー名が テロップで紹介されている。ありがとうございます。